はようございます。おはようございます。おはようございます。はいはいはい。くるくるってあります。よいしょ。そしてポンちゃんの外の工事が気になってるね。ポンちゃんおはよう。ポンちゃんおはようございます。ポンちゃん、うん、はよう。はい、このパネルヒーターをオンにした途端に集まりました。やっぱりこれ効き目あるね。ジャン君はこれからお薬です。ジャン君いいからね。ジャン君いいかいいか。くしょ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 。くしょ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 です。はい、ジャン君いいかね。はいはい。あ、リカさん上手上手だよね。ジャン君も薬飲む天才だよね。あ、リカ、まだ何本かあるの？まだもうちょっと、あと何回、2回かさん、わかんない。あの、瓶に入ってて、あの、吸ってやってる、吸ってるのね、今回は 0.4cc じゃないか。 0.4、 うん、 0.4 なんとかね。うん、なんだろう、 CC ほどない気がする。最近デシリットルって言わないねってテレビで言ってた。デシリットルって何？ん？ミリリットルと同じだと思う。あ、そうなんだ、うん、デシリットルって使ったことないかも。理科で使ってた。あ、そうだっけ、うん、理科で使ってたっけ。もう忘れた。もうミリリットルかと思ってた。じゃんくん、ねえ、僕は治ったね。薬飲んだもんね、うん、昨日も飲んだし、ね、一昨日も飲んだんだけど、まだおトイレに何回か行くね。寝よっか。寝ると治るよ。ちょっと遊んだんだもんね、朝ね。遊んだよね。ジャン君トイレ入っています。ということで、はい、お届け物です。まずありがとう、パンダ。ありがとう、ありがとうございます。パンダかわいいね。ありがとう、ありがとう。なんかかわいいね。なんかすごいの届いたよ。果物だね。よかったね。大好きだね。なんとね、これはスーパーラフランスというそうです。すごいね。スーパーサイヤ人みたいなもんですね。スーパーラフランス糖度40%って言ってた。すごい。14度。14度もすごいよ。いちごぐらいはあるね。いちごって14度なの？確かそんなんだよ。美味しいいちごだね。ちょっと開けてみて。よいしょ。ラフランス。すごい、なんかちゃんと。お、ラフランスザンス。あ、もうこの木が結構。すごいすごい。はい、ラフランス、ロマンの香、ロマンの香り。スーパーラフランスです。そしてこっちもラフランス。こっちは大王。大王玉だ。大王じゃなかった。大玉、大玉ラフランス。ピッコロ大王とサイヤ人かと思った。お、本当だ、でかい。大きい、すごい大きい。
ラ・フランスといえばね、昔コマーシャルやったねっていう話は何度もしてるから、うん、ねね、という話で、なんとラ・フランスの、民衆こんなのいただきました。初めて見たね、このでっかいやつね。果肉がね、柔らかいから、あの老人にもいいよということで、ね、はい、それプラスやったビスタチオ。ビスタチオだ、なんかすごいいっぱい入ってる。こういうの好きなんだよ ね, ね, だね。もうあの酒も飲まないのに酒のあてばっかり好きになっちゃって、ね、私子供の時からさ、うん、お酒、まあ、子供は飲まないけど、うん、大人になっても飲まないのに、そういうの好きだった。 そうね、そういえば子供の時から。これも昔話を始めたらきりないけど、100円ライターと交換している人がいたな。今から40年前ぐらいにね、もっと前かな、45年ぐらい前に、イランだったかイラクだったかあっちの方まで行って、100円ライターをいっぱい持って行って、向こうで売りさばいて、これを買って日本で売りさばくっていうことをやってる人がいました。太い金のチェーンのネックレスをしていました。ということでラ・フランス、ありがとうございます。もうすでにも、あ、冷やしてから食べよう。そうだね、あ、これすぐ食べるよ俺。ピスタチオ究極って書いてある。いただきます。いただきます。ありがとうございました。